を陥れる。あれちょっとあれそれ2回繰り返すんだった違う Oh no God help me God help me Oh no God help me 我らを救いたまえ Oh no God help me あれじゃあ2番に続くそういうねそれ今別にニングエースであってもそんなに不思議じゃないじゃん。でもね、使い回ししちゃってんのよ。このリフをリンゴの涙で使ったでしょ。で、中間部がね。なんか聞いたことあるな。なんだろうな。これね、マンドラゴラの花っていうのに使っちゃったのが中間部。で、鈴木君はもういくつの時それ作ったの？これ高校2年ぐらい。高校の頃からデスな曲をやってたの？もうその時もサバスが好きで好きでしょうがなかったから、サバス目指してたんだよね。サバスみたいな曲は詞は書けないから、まあこれ石井君って僕の友達の家にいて、石井君のお父さんはあの倫理社会の先生で、あの哲学辞典かなんか持ってたんだよね。で哲学辞典見てたら、あのディーモン、あの楽園を追われた悪魔そのままだよ読んでんじゃんそれアダムと罪を罪に陥れるとか書いてある。すごくサタニックじゃない、うん、本当だよそうで、それを抜粋して、パクリの癖はそこからもついてたのかもしれないね、うん、でも原体験に忠実だよねそこから一歩もなんか脇道にそれずに、うん、あ、いや今それはね、その方向に進んだわけだから、俺はそれたくない人なんでね。輪島はそれたいっていうか、もうどんどん進歩したい人 で、そこがね、バンドの中ではあの食い違うところであり、うん、あのうまくいってるところでもあり、そうだね、うん、